どっちかでもいいよ。私やる。負けた方、最強くん、チャケット。俺か。What is up, guys? 皆さんどうも、K です。はい、今回はですね、コストコクリスマスパーティーということで、富太郎さんにね、来ていただきました。いつもありがとうございます。はい。はい。こちらこそ。はい。結局ね、やっぱみんなでやった方が、クリスマスって楽しいじゃんっていうことで、まあクリスマスっぽいコストコ商品、新作含めね、今回たくさん集めましたので2人で食べていこうかなというふうに思います。今日ね、クリスマス会ってことにしようとなりました、結局ね、はい、もう日が近いのでまあクリスマス商品も出てたしね、というわけで早速食べていこうと思います。ナイス。せーの。え、待て、せーのからのこうなん。そう、え、せーのだと思ったせーのかと思った。あ、じゃあせーのでいこうか。 OK、そっちに、うん、はい、せーの。待て、のが入るじゃん、そしたらせーの、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 はい、いただきます。一番揃った一番揃った、うん、約束通り、じゃあピザから温めるね。約束通り、はい、ずっとしてたよね。約束、ピザを温め中に、うん、寿司から食べようというね。そうだね、魂胆というか、ね、うん、醤油は任せて。よし、じゃあ、うん、もう食べましょう。え、寿司から。俺寿司から食べる。俺も寿司から、うん、サーモン分厚いね。思った、俺も色がさ。で、しかもさ、うん、シャリいつものコストコよりちょっと小さめじゃない。小さめ、あ、確かに。じゃない、うん、なんかすごい贅沢ザーモン、贅沢ザーモン寿司じゃない贅沢ザーモン寿司だね、うん、食べちゃっていい？はい、いただきます。でも結局これにしてよかったね。あのバラエティセットかさ、サーモンだけのやつにしようとも悩んだけどさ、うん、やっぱサーモンうまっ、おいしい、本当に肉厚。本当にそうだね。ピザ取りに行くか、うん、ピザ取りに行くか。わあ、いいですね、これこれ。やっぱさ、高火力。そうだね。これ何ピザだっけ。ピザパンチェッタモッツァレラ。いい。はい、ピザ温めてきました。ピザね、なんかいつもなんか敬遠してたっていうかね。ね、結構避けてたからね、やっぱサイズがサイズなだけに。そうそう、なんか絶対もうピザでお腹いっぱいになっちゃうから、うん、なんか厳しいねって話をしてたんですけど、そう、やっぱ食べようって ね、今更ながら。このタイミングくらいしかないからね。そう、ずっと待ってた、うん、ずっと食べたかったということで、うん、うまそう。あー、やばいね、これダメだ。やばいね、です。よかった。うますぎワロタなんだけど。これはワロタだね。うわー、美味しい。あ、やばいわ。うん、もう言葉いらないね、美味しいや、うん。あのチーズたっぷりのボートもちょっと、ま、ちょっとだけね、うん、一瞬だけ迷ったけど悩んだね。でもこっちも十分じゃない。十分ある、チーズの量。私はもう辛党なんで。あ、もう、うん、もういっちゃうよ、容赦ないから。前回優勝者の、そう、スコーピオン様。何にでも合うからね、寿司も。そう、へえー、そうなんだ、うん、そうそうそう。やってみようかな。うん、あー、やっぱ相性抜群やわ。いいね。ね、化けるね。うん、これは化ける。めっちゃ犬鳴いてない。めっちゃ激しいな。なんかあったんかな。なんで急に。急にな。急にめっちゃ泣き始めて。ほんとね。ピザ結局、うん、なんかこの2種類だけだったような、うん、なんか季節によってはいろいろもっとあったりすると思うんだけど、あとフードコートだとそれこそ3種類くらい、もしかしたら。そう、それこそ好きなあのペポラ…ペもうダメだ。ペパロニピザ。はい、うん、とかね、はいはい、そう、確かに。ペパロニとかなかったもんね。そう、あれね、フードコートだったら確かあるんですよ。うん、やっぱピザすごくさ、うん、クリスマス感あってよくない。そうだね、色味が結局さ、うん、3色じゃん、緑、白、赤っていう。もう、もうクリスマスよ。緑弱くね。
まあ、気持ちね。基本でもピザ緑なくない。あ、ピーマンとかあるか。ああ、そうだね。ミックスピザみたいなやつだったら。いや、ピザうまい、本当に。ああ、入っちゃうね、こりゃ。そう、この間動画でさ、うん、あのフードコートのピザ食べたんだけど、うん、全然遜色ない、はいはい、それくらい美味しいわ。ちょっと心配だったけどね、この冷蔵のピザ美味しいのかなみたいな。あ、なるほどね、うん、やっぱあのフードコートの方がやっぱ間違いないから。そう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 、これだよ、これこれってなるから。ちょっと一回甘いのいっちゃおうかな。私は米粉ロールいきます。米粉ロールいっちゃう？俺も食べちゃう。うん、お皿乗せて半分こしちゃっていい？うん、あの協力プレイしよう。これ半分こしてさ、うん、で黒いのも半分こしちゃおうよ。あ、明暗これね。でこのね、この米粉ロールというもの、うん、ちょっとさ絶対間違ってるよ。絶対間違ってるそうだね食べたい欲が出ちゃった食べたい欲出ちゃった。いや、違う自分で持って危ないでしょ。あ、人が持ってるとこにこれやったら。確かに、うん、頭おかしくなっちゃった食べたすぎて、食べたすぎてね。米粉ロール、こっち何味と何味なんだ、書いてあったっけまあ普通のやつと、うん、まあ、チョコレートだろうね。だろうね、うんうん、じゃあ米粉ロールです、うん、いただきますうんうん、もうどう、俺好き、俺も好き。ちゃんと美味しい。ちゃんとその期待値通りの。これね、すごく期待しちゃってて。どっちかだろうねっていう。そう、米粉ロールにね、出会ったことがなくて今まで、うん、でも結構米粉ロールね、人気みたいじゃん。なんかそう、売り切れちゃってる時もないみたいな。そうそうそう、だからずっと食べたいなと思ってて、うん、今日これ見つけた時ね、今日一テンションだったよね一番喜んでたよね今日一番テンション高かったよね、あの時、うん、小学生みたいだった。まあでもテンション上がりすぎて、期待より低かったらどうしようっていう話をね、そう一回だからね。落ち着いて、でもうまい、美味しい。米粉って聞いてそこまで、まあ、そこまでのこうもちもちとかはないけど、すごいね、俺と全く同じことをして言おうとしてたね、うんうん、普通にふわもちで、なんかクリームが美味しいね。ああそうだね、うん、そう、米粉かどうかって言われたら正直わかんないけど、でもすごい美味しいわ。こっちもなんかチョコ感みたいなあんまわかんないけど正直わかんないの。わかんなかった。ああ、うん、わかんないや。あるかな、何でも美味しいからさめっちゃ喉になるやん、お互いさっき腹なつって腹なつって、そうです。確かに、でしょ、あんまりわかんない。美味しいけどね、チョコなんかな。でも結構さ、チョコに比べると色がもっと黒くない、これ。ああ、そうだね。いや、思ったよりも美味しくてよかった。あんた一口がでかいね二口で全部食べちゃうからね温かい目で見て見守るシーン必要ないだろお寿司もなんかちょっとお高めな感じのやつがあったんだよね、うん、2800円みたいなやつの大トロがさ入ってるやつみたいな、うんうんうん、あれもよかったけど結局サーモンで落ち着いちゃったね。5種類ぐらいか、ネタが乗ってる寿司と大トロとかも、あとフードコートの新商品もお寿司のさ、ワンパック寿司みたいな。そうそう、フードコートに寿司がね新登場してましたよ、皆さん、うん、食べてみてください。なんか安いしな、そう、めっちゃ安かったね。そう、700円くらい。フードコートの寿司が多分コストコ寿司の中で一番安いよね。うん、いや、そう、ほんとそう。美味しすぎて目パキパキになっちゃう。ちょっとこれ、うん、いく。ココアヘーゼルナッツベニエ。ベニエってなんだ、わかんねえ。多分このドーナツっぽい感じのやつのことじゃない。しょうがない、じゃあ俺が補足を入れておこう、後で。お、お願いします。揚げドーナツみたいな香り。ドーナツって大体揚げてんだほんまや。いいよ、うん。あ、でもドーナツだね。うん、ドーナツだ。それこそほんとシュガードーナツとかあのあたりじゃない、ふわふわ系ね。そうそうそう、ふわふわ系のドーナツで、中のやつはもうほんとになんかヌテラっぽい感じだね。ヘーゼルナッツチョコ、うん、って感じ。ヌテラってさ、何なの、いろんなの入ってんの。でも結局大元っていうのが、うん、まあヘーゼルナッツチョコレートスプレッドみたいな感じだね、うん、うまいね。おいしいわ、これも。結構、うん、生地もちもちしてるね。うん、ふわもち、油感も少なくて、うん、これ結構ね、うん、いいね。ね、危険だね、これね。パクパク食べれちゃうけど、思ってたよりうまいかも。うん、これカロリー一番高いんだっけ、そういえば。 100g あたり。そう、 100g あたりね。ね、400kcal とかだっけ。いや、そこまでいってなかった気がする、さすがに。350ぐらいじゃなかった。いや、427だよそう、顔でもこれさ、うん、ドーナツだからさ、うん、1個あたりはそういう話か軽いんだよな、これ1個あたりが。ああ、そうだな。そう、だから、うん、そんなじゃないんじゃない。うん、1個あたりの感じ。そう、願いたい。怖いね、カロリー爆弾よ。
いいね。うん。ケーキも食べときたい。スコップケーキいっちゃいますか。うん、食べる。食べる。すごい勢いが力強かったね。いやこれね、あの初めてコストコ会をね、一番最初かやった時もね、うん、食べたんですけど、やっぱ美味しそうだよな。うん、そしてやっぱいちごがでかいね。でかいな。いちごの季節ってもう12月もう始まってんじゃん。そうだよね、うん、まあそれこそショートケーキとかな、いちご普通に乗ってるしな。すげえ、おー、スコッピーだね。はいはいちょっと怒ってるあ、いいんですか。貸しなさい。すいません。おかわり、ほらピザでも温めてきなさい食べる食べたい。うん、食べるか。すごい盛り付け汚くなったけど、本当に本当に盛り付け雑や。いやこれ難しいって。お前次やってみろじゃん。分かった、やってみる。任してみる。次やるよお前。うん、やるやるやるいちごでっかっ。でかいし、うん、じゃあ俺あれが重い感じだった。何何何何何できらできら。同じ値段でステーキを。絶対分かる人いない。お、やばうま。いや結局ね、結局このケーキが一番美味しいかもしれない。絶対これがもう勝っちゃう、うん、そうだね。タキシードケーキかもあったけど、結局これにしちゃったよね。あのチョコのやつ、うん、あれも魅力的だったけど。あと新商品、新商品昔出たことある。あるんじゃない。まあでもそれこそあの季節商品みたいな。あ、なんだ、なんかさ俺新商品っていうとさ、うん、完全新作みたいなイメージがさあるんだけど。そっかそっか。じゃあただの期間限定ってことか。そういうことだと思う。なんだ、うん、じゃあよかった。うん、完全新作だったらみんな気になるしね。そうだね、気になっちゃうよね。うん、であれ高かったし、値段で言ったらそれこそこれなんか値下げしてたからね。なんでかわかんないけど、このご時世。そう、もともと2400円ぐらいだったのがね、うん、1998円に値下げしてて、うん、2000円切った。このご時世に。うん、任せてみる。盛り付け。早速、うん、じゃあ、いっちゃう。お願いします。できんのかよ。俺もちょっと。できらーが重い。できらーの存在感ですね。こんくらいで一緒じゃねえかダメだった一緒じゃねえか、ごめんて。だからこれ無理なんだって結局。うん、うん、あの見た目がちょっと悪くなっちゃいますけど、ちゃんと美味しい。まあちょっとどころじゃないけど、うん、これ普通に盛り付けるの無理だよ。そうだね。まあでもこのスプーンじゃ無理。ああそうだなっていうのがあるね。もう最後に食べた時と同じだよね、構成的には。カスタードとか、うん、変わってないんじゃない。うん、これをね、一人でってなると無理だからね。これが全て。うん、まあちょっとずつならそれこそさ、できるだろうけどさ、全部食べきるのにどんくらいかかるのって話。あなたなら2日できるんじゃない重量がね、全部で5キロ近いからね。5キロ超だったよ。5キロ超だったか。そう、なんか最初そういう説明とかしてないね。なんか今までのコストコ回さ、うん、張り切ってさ、今回は何キロですとか言ってた。前もやってないけど、もう普通になんかじゃあ食べようかみたいな感じ。普通に食べ始めちゃった。友達の家に来た感覚になっちゃった。ぬるっと食べ始めちゃった。ぬるっとね。うん、そう、5キロあります。5キロ、5キロ、5.12 ぐらいだったね。うん。今度俺が行ってくる。あ、やった。できら。うん。できら。多分それこそ協力多分必要だから。いや、いい。って言ってると落とすんで。おぉ、参りました。うん、チーズがいいっすね。うん、チーズが濃厚よ。モッツァレラがいいね。そう、コピオン。うん、ありがとう。よくわかったね。皿置いたからねなんか探してんね。うん、あ、いる。あ、もうちょい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 ってない。まあでも今回クリスマス会っていう風にしてるけど、全くクリスマスのさ、うん、予兆っていうか感じはしないよね予兆、クリスマスの度に毎年予兆感じてる。うん、感じてんだ。どう感じてる。なんかそれこそさ、うん、外とか出るとさ、うん、もうなんかイルミネーションみたいな感じで、ああもうクリスマス来るのかみたいな。まだまだ全然だったよね。でもやってるとかやってんじゃない。ぼちぼちイルミネーションとか準備し始めてるのかな。イルミネーションをやるような場所に行ってないだけじゃない。あ、そういうことだよくよく考えたら家から出てねえわサンキュー。もう
今だったよ。でしょ。今日はどこ取れだった。今日はですね、背中ですね。背中か。うん、朝7時からデッドリフトしてた。朝デッド。朝デッド。あなたどこやったの。胸。まあ胸はね、もういつやっても楽しいから。背中もだろ。違うの。違う、待って何今の何。いや、胸ほどじゃないかなっていう。あ、そうなんだ、うん。でもやっぱそこは好みだよね。胸よりも俺背中の方が好きかも。あ、ほんと。波がある。楽しい時とあんまり楽しみじゃない時みたいな。背中？そう。うん。なんでかな？気持ち？食べんの早っ。なんかほんと比べるとね、改めて思うわ。自分の強さに酔いしれてる。酔いしれてる。この寿司はほんとにレベルが高いや。これ特に高くない？なんか贅沢。うんうん。まあ、やっぱ高かったもんね。でもこれも2600円ぐらいで、うん、24貫入ってて、まあでも100円寿司に比べたら当然高いけどね。うん、1貫100円ちょいぐらい、うん、だけどこれはね、でかい。でかいよ。うん、回転寿司の一皿200円っていうふうに考えたら安いもんや。ちなみに今、うん、腹何分目ぐらい？9。いつも早えな。いつも早えな。前と同じ下りやってみた。そう思ったよ。安心した。どう？俺、5かな。5、6くらい。俺も7ぐらい。6、7ぐらい。うん、でもさ、この何分目っていうの結構むずくない？難しいね。まあそれこそさ、毎回この話してると思うけどさ、なんか今どれくらいみたいなしてると思うけど、うん、結構その時のさ感覚で、うん、ね、今俺、まあ、5、6くらいだけど、結構なんか食べ終わった後とかにいきなりズシってきたりとかして、結局あ、もうきついかもみたいな、突然やってくる感じ。ラブストーリー。つまり、うん、これは愛だ。愛だ。愛で満ち満ちてる感じで、うんうん、だからかこんなに楽しいのは。あ、そうだよ。おいよ、洗うなよ。洗うなよ。くだらねえ。でもさっきの筋トレ話にちょっと戻るんだけどさ、お、結構あの、うん、あなたは毎ほぼ毎朝のようにストーリー上げてるじゃん。はいはい、はい、インスタの、うん、今日どこですか。あ、はいはい。でたまにね、結構1週間ぐらいルーティーン被ることがあって。マジで。マジでマジで密かに、あ、今日一緒だっつって。本当に、うん、すげえな。俺大体背中胸足腕なんだけど、うんうんうん、なんかそれに近い感じのルーティーンの時あって、なんか最近それこそ前は決めてたんだよね。最近結構撮影で合わせることがあって、うんうん、今日撮影するから足やろみたいなっていう、ちょっと強度の高いトレーニングみたいな、うん、でだからそれで順番が結構変わることは多いかも。うん、結構最近だよそれ思ったの。へえ。なんかルーティン一緒だって。密かに。密かに思ってたんだ。密かに思ってた。おお、相変わらず収録？でも結構まちまちだね、うん、でもとりあえず4日。でも撮影のルーティンとかにも左右されるから、うん、まあ、でも結構本当に特にね決まってない、うん、なるほどね、でも結果的に週5、6では行ってるはず。そうなっちゃうっていう感じだよね。うん、なんか本当にさ、なんかイベントごとっていうか仕事だったりとかがないとさ、オフ取ることを忘れちゃうみたいな。筋トレの？うん、なんか気がついたら10日連続ジム行ってんなみたいなこととかもあったりして、なんかすっげえ疲れてんなみたいな感じで、でそこでなんかそのアップルウォッチとかのさ運動の履歴とか見ると、あ、もう10日連続行ってるわみたいな。10日連続は俺生まれてこの方したことない。あ、ほんと。なんか道理ですげえ疲れんなってなった。そう、最近の話？うん、割と最近。先月くらい。意識高いね。じゃあ全部あれだね、期待外れがなかった。めっちゃうまい、どれも、うん、言うて食べたことあるのこの2つか。スコップケーキとお寿司やんな。うん、だいぶきつくなってきた。ちょっと予想より早く来てるな、うん、寿司俺そんな食べてないし、うん、寿司も食べたい。うん、食べて。寿司食べちゃう。さっきから2貫ずつ取ってるから。だいぶ来てんじゃん。まあ満足はしてるよね。そうだね、俺も満足してるかどうかで言ったら大満足、うん、ここでやめんなって言われても全然、うん、うん、オッケー、いいよ、ごちそうさまでしたっつって。まあでも今回のあのチョイスみたいな、うん、よかったんじゃない。いろいろ悩みはしたけどさ、これ行くかあれ行くかみたいな、デニッシュみたいなのもあったじゃん。あ、これの代わりに、うん、4週のデニッシュみたいな、ね、そうそう、アソートみたいなさ、結局それにしてよかったと思う。そうだね、うん、大体これまでの過去2回あれないねこれないねで妥協じゃないけどさ、うんうんうん、して終わってた時とかがあったから。
今こんなの出てるっぽいよっていう情報を2人で集めて、うん、でその目ぼしいやつがどっちもないみたいな。そうだね。それで言ったら今回そんなにリサーチしなかったよね、前とそのまた前ほど。前回前々回めちゃくちゃリサーチしたじゃん。確かに。これ行こうあれ行こうみたいなさ。まあでも何百回したけどね。うん。でもざっくりじゃない。とりあえず米コロールは絶対行こうみたいな。そうね。米コロールの存在だけは知ってますよね。そう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 。うん。何が一番重たかった？やっぱピザ。いやーなんか全体的にだよね。これ以外全部重いよ、ね、結構。米コロールも結局なんか。ずっしりくる感じはあるね。うん、もふもふしてる。うん、もう振り倒してる。もう振り倒しちゃってんな。やろうか。お願いします。うっす、任して。できらって言ってたのにな。うん、あ、ほらもう、いいがほら、もうちょっといい。あ、もうちょっと、じゃあ、うん、もうちょっと、もっとくれよ。ケチらずにさ。いったな、ケチらずにさ。ほら、ありがとう。うん、いいんだよ。なんか最近のさ、食べれる量的なのも特に変わらずって感じ。まあ変わらないよね。うん、まあ、そうすぐ変わんないよ。もう変わる予兆一切ないから。まあもう変わんないと思ってるよ。だってもう3年やってるよ俺。あ、そっか、うん、なんかその日のコンディションみたいなのは別にない。今日は結構それはある。うん、波はあるけど、でも劇的には変わんないよ。うん、藤屋のケーキ13個いける時もあれば、うん、11個ぐらいでいっぱいの時もあるし。うん、まあでも大差ないよね。そうだな、そんなに1、2個だった。そうそうそう、でそのぐらいの誤差。うん、俺最近になって結構そのコンディションみたいな、うん、違いはすごい顕著に出るようになったかもしれない。あ、そうなん。最近不二家行ってないからあれだけど、一回なんか22個とか食べた時とか、うんうんうん、あったけど、正直今そんなに食べれる自信がない。っていうか、うん、普通に下がったってこと。下がったかも。うん、まあ、もう何もよるのかもしれないけど、今普通に食べれるとしたら多分15、6とかで、悪いとまあ多分10個、12個とかそういう感じになっちゃうかもしれない。さすがに俺と一緒はないでしょ。いや、わかんない。生クリーム特に最近なんか結構くるようになった。あ、そうなん。うん、うん、散歩していい？しようか。 A few moments later. はい。ただいま。ただいま。あ、40分だね。歩きました。あの、今日の私がポンコツすぎて、もうね、さっきの冗談で言ったお腹キューっていうのが、割とそうなっちゃってたから、ということでね、急遽ね、うん、散歩に付き合ってもらいました。はい。まあ、かといってそんなに変わってはないんですけど。うん、まあ、無理せずね、楽しんでいただきましょう。はい、うん、後半戦。後半戦、第2回戦。ピッツァ結局、思ったよりも食べたね。でも結構でかいよね、これね。うん。今日の中でも大きいんじゃない、この。そうだね。もう一切れ。うん。うまい。うん、この塩分がさ、うん、俺をよみがえらせるよな。おいしいね。スコップケーキもうちょっと食べたいって言ってたよね。食べたい。うん、まあ、全部は無理だな。俺は、うん、でももう結構ね食べちゃったもんね。うん、俺を差し置いて止まらなかった。アップルケーキみたいなやつもあったよね。あれもちょっと気になったけど、結局これに落ち着くよな。そう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 、結構大きかったやつね。多分重量で言ったら一緒だもん。あれ重そうだったよな、なんかパサパサしてそうな。ああ、それはあるかもな。うん、そういう意味の重さね。うん、なんかやっぱ米コロールかな。米コロールが一番持ってかれた気がするな。胃のキャパをお腹いっぱいにさせられたっていう。キャパしてるね。キャパシティだわ。ちょっと、じゃあ俺食べたい分だけ取るわ。取っていただいて。取ってもろて。うん、取ってもろて。採掘だね、もうすごいや。あ、いちごちゃんもらっちゃったこれ。うん、いい、持っていいの。あ、意外といけるね。俺、うん、これまだ、俺そんな食べてないと思う。あなたに比べたら。あ、まあまあ、やっぱスコップケーキ重てえわ。まあでも今日はさ、一つ一つのカロリーが高いっていうことにしとこう。実際そうかもね。そうっぽいし。実際そうっぽい。そうっぽいよね。うん、サーモンもでかいしね。厚切りだよな。本当にでかいよ。うん、うん、大暴れしてんじゃん、サーモンが。どうして俺の大暴れし、俺の箸使いが悪いのをサーモンのせいにしてくれてありがとう。うん、息がね、いいですか。
なんか家で撮影してる時とかさ、血糖値上がってきたりとかさ、結構お腹いっぱいになってくるとさ、思考停止しない？アフレコとかだったらさ、後々なんかもう別に何でもない時、冷静な時にさ、うん、普通に話せるじゃん。そうね。家撮影だともうなんかそのちょっとお腹いっぱいになったり血糖値上がってなんかぼーってしてきてる時にさ、感想だったりとか話さなきゃいけないからさ、頭回んなくない？まあそうね、後半はそういうことあるよね。うん、なんか大体いつもそうなんだよね。頭回んなくなってなんか単純なことしか言えなくなっちゃう。食べ過ぎてるんじゃない？それだそれだじゃない、うん、それだじゃないだ。なんで今まで気づかなかったんだろう。盲点だったね。盲点だった。高すぎだろ。さすがにちょっと大丈夫ってなるレベルだ。本当だよな。っていうか、ネガバカじゃんっていうね。純粋な人なんだって思われてる。ああ、そうだな。純粋なんだな。お寿司残り2貫ですね。これを食べたらね。そう、これを食べたら。結構持ったね。ああ。うん。まあ、やっぱ食べたいじゃん。気持ち大事だからな。もうそれ食べたらもうって感じ。まあ、もうちょいはいけるけど。おお。これなんだかんだもう、あれだな。お腹いっぱいだ。嘘。うん。俺がサボってる間に、うん、結構食べてたから。結構食べてた、ね、うん、黙々と食べてた。ピザとケーキは完食したね。米粉ロールがもう全然だね。確かにすごい美味しかったけどさ、うん、ある種の怖さを感じてるよね。そうだね。それなんか、うん、プレッシャー感じる。そう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 。手が伸びないもん。ちょっと食べようかなって思ったけど、なんか恐怖。ね、うん、食べるけどさ、ちょっと食べんだ、うん、ちょっとね。ね、これってさ、うん、ケーキをカットするための器具なの？ではない。あ、そうだよね。そう、ホイップとか。あ、そうだよね。こう整えるやつだよね。そう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 。普通にさ、うん、あ、結構潰れてんなってなってるよね。グリグリグリ。そう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 。潰しきってる感じはあるからね。新しいね、なんか。すごい今しっかりとさ、うん、あはははってこう。カタカナだったね今ね。しっかりとあはははって笑う感じ初めて。もう自分でびっくりしたもんな。声もでかかったしな。野球部の挨拶みたいになってる。野球部の挨拶にしたら高すぎだろ。声変わり前の野球。小学生。小学生。中1かな。寿司最後食べる？どっちもいいよ。じゃんけんで勝った方がじゃあ食べる。食べたい？食べたい。じゃあいいよ。あ、優しいのね。優しいから譲った。あ、お腹いっぱいだからとかじゃなくて、ね、うん、決してね、決してまだお腹いっぱいなわけではない。性格の良さゆえに譲った。うん、優しい。圧がすごいね。また野球部みたいな声ですよね。だから野球部じゃねえって。全然野球部じゃねえから。あれ、うん、とか絶妙とかでもないんだよな。うん。まあでも多分それが刺さってる人もいるはず。一部のね。とりあえず食べ終わりました。寿司。はあ。まだケーキ残ってるから。あ、そう。完食しましたっていうのはまだ寿司だけなんだよな。うん。すごい残ってる。すごいね。まあこれも24、5個入ってたわけだからね。そんな入ってたっけ？入ってた。はあ。お腹いっぱいです。まあでもコストコの商品のほとんどのいいところは基本冷凍できるところがいいところだね。まあコストコに限らずじゃないですか。ものによるんじゃない。長期保存を前提に作られてるかのようなサイズ感。ごめんね、マジレスおじさんして。マジレスおじさん、マジレスおじさん出ちゃったね。でもこういうとこは本当にもう、うん、冷凍してさ、うんうん、今後の楽しみだよね。そうだね。絶対こんなんさ、後で一人でさ、うん、解凍して食べたら、うん、めっちゃ美味しいじゃん。どうだろうな。嬉しくなるよ。うん、あれだね、半分しようぜ。あ、白と黒でね。そうそうそう、白黒はっきりつけようぜって。おお。行きましたね。もうお腹いっぱいよ。だいぶだね。うん、こんなもんにする。うん、もう終わりにしよう。終わりにするか、終止符打つか。もう、うん、終わりにしよう、うん、あなたとの生活も今日で最後。こんな華やかにコストコパーティーした後に今日で最後にしたの。だからこそのパーティーだった。あ、そういうことか。最後に。送別会じゃねえかよ、もうそれじゃ。送別会、お別れ会。でもまあだいぶ食べたね。ピザ8割。まあでもそうだね。ピザさ、結構食べたんじゃない、うん、食べ過ぎたかもしれません。これ結構危険だね。ちょっとスペースがあるとそこにねじ込もうとしちゃうからさ。あ、うん、怖いわ。俺もねじ込めない。うん。ビアードパパの新しいのでなって。北海道のまくれ。うん。うん、
スマホいじる時間みたいな感じで食べたわ。もう一個食べよう。もう無理無理です。うん、12個早かった。先読み来たこいつより先に数を上げるって、うん、あ、食べる。もうちょっとだけ。いいよ。これやっぱもう、うん、後で美味しくいただきたい。うん、そうだね。私ももうこんなもんですね、うん、うわすごいお腹いっぱい。じゃあもうね、うん、もういい、もういいね。もういいよもういいよちょっとまた手伸びそうになったけどいいよ。もういいよね。もういい、もうやめときなさい。もうやめとく、うん、もう、うん、あの、もうやめときなさいごちそうさまでした。いつも締めどうしてたっけ。お互いそれぞれで喋ってたっけ。ちょっと喋ったんじゃない。でもなんか普通に総括みたいな。総括入れるだろ。あ、そうだね。総括入れようか入れるだろ。ああ、そうだな。普通に考えて何が一番欲しかった総括。いい切り替え。いいでしょ。やっぱね、うん、ピザ。やっぱピザ、うん、あのもちろんケーキとかも美味しいんだけど、うん、やっぱその、まあ、食べたことがあるっていうのと、うんうんうん、まあ、ピザはコストコのピザを食べるっていうのは結構念願だったから。ああ、その部分もあるよな、確かに、ね、そう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 、うん、やっぱピザの感動がね、ああ感動の嵐でしたよ。意外と食べちゃったよ。っていうかもう俺ほぼピザでお腹いっぱいになってるそんなに食べてなければな。そうだな、俺もピザかな、やっぱり。惣菜で言ったらサーモンももちろんね。惣菜で言ったらとかじゃなくトータルだよ。あ、トータルでねっていう話をしたじゃん。そうそう、ごめんごめん、人の話すぐ聞かないから俺すぐ聞かない。難しいな。でもサーモンかな俺。俺の場合多分もうピザ食べたことあったから、いくらちょっと違う種類とはいえコストコのピザっていうのでは食べたから、うん、まあでもね、うん、まあ俺も食べたことあるよ。うんあるあるよ。でも割と最近だったから、割と最近だったから、最近食べちゃったからね。そう、割と最近だったっていうのもあるから、はい、ね、コストコのでしかもお寿司美味しいのはもう知ってるけど、そのサーモンをこれでも買ってくらい食べれたっていう、その満足感は、ね、うん、結構あったから、まあサーモンかな、うん、私は。おのおのの思い入れでピザと寿司というね、うん、感じになったけど、うんうん、まあ、マジでね、スイーツはどれも間違いなかったね。間違いなかったね、うん、スイーツは。まあ楽しんでいただけましたら幸いです。では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 Thank you very much for watching this video and I'll catch you on the next one. Peace out. Peace out. Peace out.